えません。全然人のカメラで見えません。もうカメラで見えません。もう肩車までされてるから見えません。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本です。よろしくお願いします。どうも。さあ今日は熊本県より熊本ですね、熊本のいいところの PR にやってまいりました。さあ熊本、今日はね、後ろに行ってごらん。じゃないかしら。さあそんなですね、今度はロマンチックにぴったりのフラワーバレンタインですね。こちらの方にまず最初に PR していただきます。携帯電話よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、熊本県の竹部屋ということで、マキオさんの方をお借りしまして、開催させていただきまして、本当にありがとうございます。私の方からですね、フラワーバレンタイン、このイベントの趣旨になるんですけども、こちらの方のご紹介をまずしておきたいと思います。バレンタインといえばですね、日本では女性から、男性にチョコレートをあげて、愛を伝えるということになっておりますけども、世界における、バレンタインデーにつきましては、男女がお互いにですね、愛や感謝の気持ちを伝えられる日というふうになっております。特にヨーロッパあたりはですね、花を交換することが盛んになっておりまして、日本でもこれをですね広めていきたいということで、このイベントを計画しております。今日ですね、熊本県、の方から今熊本を持っているカスミソウとかですね、ポルトリキョウ、また花束になってるんですけども、マラとかガーベラ、いろんなお花をですね今日持ってきました。よろしければですね、またお買い求めいただきますようにお願いをしたいというふうに思っております。簡単ですけども私からは以上になります。はい、ありがとうございました。聞いた、皆さんとお花を贈り合うんだって。熊本もね、皆さんにお姉さんにね、ちょっと今まで日頃の感謝の気持ちをお花でも花くそは贈らない。花違い。ぜひね、皆さんもお花を贈り合うね、素敵な文化です。さあ熊本も今日持っておりますのが、ちょっとお話もありましたカスミソウです。こちらもですね熊本県のお花になります。他にもですね、カスミソウの他にもいろんなお花があるんですけど、ちょっとどんなお花があるんだろうね、気になるね。いっぱいあるわ。さあ熊本、そんなね、どんなお花があるのかなっていうのをちょっと教えてもらいましょう。それではぜひ口の皆さんよろしくお願いします。菊池市から来ました、生産者です。この熊本が持ってるカスミソウは、熊本で一生懸命作ってますけど、カスミソウも白だけじゃなくて色付きのこのピンクやらブルーやら紫やらいろいろ花があります。このカスミソウは、もともとは白いカスミソウなんですけど、吸い上げさせて色をつけております。ドライフラワーとかで今とても人気があります。またトルコキキョウは、バラと同じようにいろいろな色があり、とても人気があります。みんなで一生懸命頑張って作ってますので、お買い求めください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。熊本があるんだってね。熊本もお店に持ってるのがピンクのカ
ね、昨晩もちょっとお話しあったけど、向こうには白とかね、いっぱい種類があるよ。さあ、皆さん、お写真ぜひぜひね、綺麗なお花と皆さん、皆さんね、熊本の熊本を持ってる。じゃあ、皆さん、ちょっとどんな匂いしますか？床に匂いしますか？どう？熊本を嗅いでみてどう？とってもいい香り。熊本ずっと持ってるもんね。ね、ありがとうございます。それでは、ね、続きまして、マルケ原店より PR の方よろしくお願いします。今日はマルケ原店です。綺麗なものは絶対話す、絶対話す。ほらほら、寝てきなお姉さん、話しさん花を出して、皆さんに話したいと思います。話した、話した、ぜひご購買上げお願いいたします。ほら、全部やる、全部お願いいたします。ありがとうございます。お姉さん、綺麗なお姉さんだなって、お花をプレゼント。ねえ、もう3つまとめてですよ、なかなか熊本も。いや、ドキドキする。でも綺麗なお姉さんにね、紹介してもらったね。今日ちゃんとお話聞いてた？しっかり聞いとったよー。ね、しかきせゆ先生です。で、今日はですね、今日はもう前にも、この肩車の遠くにお友達も、ね、しっかりお花見えてるかなー。やだ、みんな肩車でお友達がお顔がよく見て出て、さくま、後ろにも。後ろにもね、お友達が360度囲まれてますよ。うん、今日はですね、熊本県の PR に福岡県にやってまいりました。ちょっとぜひね、こちらですね、フラワーバスやバレンタインにぴったりな、ね、熊本県のお花、ぜひね、皆さんお手に取ってもらえるかと思います。とっても綺麗なお花に熊本に行ってます。ぜひね、皆さんもちょっとぜひ熊本県にも来ていただければと思います。お花もありますが、他にもですね、そうそう、綺麗な景色だったり、美味しい食べ物だったり、熊本県には、ね、魅力がいっぱいです。ぜひね、この皆さんお花に興味を持ってもらって、熊本県にも遊びに来てもらえればなと思います。他にも熊本県来たことあるよって人いますか？熊本行ったことあるって人、でもいっぱいお友達がおる、嬉しい。ぜひね、何度でも遊びに来てほしいなと思って、まずはですね、熊本県の魅力がいっぱい詰まったくまモン体操を今から踊らせていただきます。くまモン体操知ってるよって人いますか？くまモン体操知ってるよって人、あ、さっきよりか熊本県来たよことあるよって人よりかはちょっと減ったね。ちょっと減ったみたいね。こちらです。少し減ったね。じゃあ、くまモン、ちょっと知らない人も多いらしいけん、ちょっとくまモン体操のちょっとポーズを皆さんに何か紹介しましょうか。うん、さあ、くまモン、どんなポーズがあるかな。さあ、どんなポーズ、くまモン体操あるかな。さあ、悩むね。さあ、ポク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 、らい悩むね。あ、覚えてた。さあ、長いこと考えた結果、さあ、どんなポーズかな。せーの、ニャピ。さあ、皆さん、こちら何のポーズか分かりますでしょうか？さあ、何のポーズかな。くまモンね、顎の下で三角形を作ってます。三角形、何のポーズか分かる人？元気よくお友達が、さあ聞いてみようか、何のポーズか。お花を持ってるポーズ。お花持ってるポーズ。さっきの、そうだったね、そういえば。でも友達よく見よったね。うんうん、ありがとう、答えてくれてありがとうね。このポーズね、熊本県の有名な観光地のポーズなんですよ。動き動き動き、観光地のポーズ。さあ、熊本、どんなの。熊本、綺麗なお姉さんと行きよ。お姉さんと行きよ。今端っこに見えなくなっちゃう。そんなことはない。お姉さんと行きよ。ほらほらほら、有名な観光地のポーズなんですけど、そうそう、じりじりと。さっきちょっとお姉さんの距離が空いてきました。こんなところに綺麗なお姉
キドキしやねお花以外にでも綺麗なお姉さんもいっぱいいらっしゃいます。さあそんなところにかっこいいところを見せないかんよクマも。さあさっきの三角形のこと、そういうボディービルダーの筋肉ムキムキの方じゃなくてクマモン体操のポーズを、そっちそっち。さあ三角形のポーズ、こちらですね熊本城のポーズになります。三角形がお屋根の天守閣になります。焼き3回するんですよね体操中に。焼きった、ぜひねこちらくまモン体操いっぱい出てきます。ぜひ皆さんもね一緒に探して見つけてほしいなと思います。その他にもぜひ皆さん手拍子でご参加ください。あのまだちょっと時間あるけどもう一ポーズ皆さんに紹介しようか。まだあるんですか。あと一ポーズいける。あちかチェックして、うん、さあどんなポーズがあるかな。他にどんなポーズがあるかな。準備運動クマモン体操ですね。意外とね激しい動きなんですよね。こんなにちょっとお腹も大きいクマモンですけど機敏に動くんですよ。さあ次のポーズクマモンポーズしますのでしっかり見ていてくださいね。よかったこちらですね皆さんに会えてよかった。熊本が好きでよかったのポーズです。かわいいブリックのポーズです。後ろの友達にも後ろの友達おるよ。よかった360度よかったのポーズ。皆さんお目目があったなと思ったらぜひシャッターチャンスですので写真撮ってください。写真撮ってる。腰のひねりクイッとなってるところがポイントです。友達お写真撮ったかな。はい、とでも皆さんカメラ構えとらすねえ。ぜひねこの熊本城のポーズよかったのポーズぜひ皆さんいっぱい見つけてほしいなと思います。その他にもぜひ皆さん手拍子でご参加ください。そしてですね熊本体操結構ねさっきも言ったんですけど動きが大きくて結構熊本も動き回ると思うんですけど前のお友達やお手手とかがこのコーンより出ないように気をつけてください。熊本ね大きなねお腹やね足がねぶつかっちゃうかもしれないからお手手を出さないように気をつけてください。そうぶつかったらねお友達も熊本も怪我しちゃって痛いなるかもしれません。でその場でぜひ皆さん手拍子で一緒に参加していただければと思います。それではくまもん体操の準備はよかですか。 OK それでは皆さんも手拍子の準備よかですか。 OK ありがとうございます。それでは行きたいと思います。くまもん体操ミュージックスタート。せーの、やきやきやきやかった歩きます。1、2、1ぜひ皆さん手拍子お願いします。せーの、どっこい。反対もどっこい。熊本城熊本城あへそ触って、1、2、4新幹線で進みたいポーズ。ビーピー反対ピービー双眼鏡で覗いていきます。ぐるっと縄跳びぴょん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 回ります。小さくバイバイ大きくバイバイ走りやフリ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 せーのバイバイ。おいで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 大きく回していないないとおいで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 ぐるっと回していないないとよかった泳ぎます。平泳ぎ阿蘇さん。お馬に乗って走りペンペンペンパッカ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 もう一回行きます。どっこい反対もどっこい。熊本城熊本城あへそ触って1、2、4新幹線でスクスクダイポーズ。ビービー反対ビービー熊本のいいところをいっぱい見つけてください。縄跳びぴょん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 回ります。小さくバイバイ大きくバイバイ走り
わせて、ないない、あー、熊本じゃん。もう一回行きます。おいで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 、大きく回して、ないないバー、おいでおいでおいで、熊本おいで、ぐるっと回して、ないないバー、熊本じゃん。よかった、最後は後的なパーツです。はい、おしまい、後的。ありがとうございます、熊本隊長です。皆さん手拍子ありがとうございました。後ろの皆様ありがとうございます。さあ、今日もちょっと体操を踊って、まだちょっとお時間もあるから、せっかくだから綺麗な熊本のお花を持って、で皆さんの、ね、フォトセッションのお時間を取りたいなと思います。そうか、今日もネクタイ締め直して行きたいと思います。前方と横、そして後ろの方、三方向に熊も向いていきたいと思います。さあ、せっかくだからお花を持とうか。ぜひね、お花、熊本の綺麗なお花を両手でも持つ。綺麗ね、綺麗、お花綺麗、ほんと可愛いもん、かすみと。はい、それでは熊も三方向に向かってお写真撮っていきたいなと思います。まずは正面の方向いていきたいと思います。シャッターチャンスです。はい、くまモンポーズ。シャッターチャンスです。くまモン3方向向いて回っていきたいと思います。しっかりお写真撮ってくださいね。はい、ありがとうございます。お待たせしました。じゃあ、このちょっと左の方を向いて、じゃあ皆さんに、はい、ポーズー。あー、後ろの方も撮ってほしい。ポーズー。どんな人いっぱいいる。さあ、皆さんしっかりお写真撮ってくださいね。熊本の綺麗なお花、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。さあ、写真撮れましたかね。じゃあ次、お待たせしました、後ろの皆さんに写真を見ていきたいと思います。はい、ゲイ、はい、いきます。はい、ポーズー。肩車最強やな、ね、肩車最強やな、ね、毛の花ね、床に匂いもしてきます。ぜひ、ね、皆さん、菊池の熊本の綺麗なお花、ぜひね、バレンタインとかに贈り物にもぴったりなんじゃないでしょうか。写真撮れましたか。そう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 、ケイ、ありがとうございます。孫の間に遊んだのが止まってるね。孫の間に、最後に皆さんにご挨拶しましょう。もうこのお時間なんです。またね、熊本に帰ってね、お仕事をしないといけないんです。悲しい、お腹空いてきたし。じゃあ、お花、ここにお花を置くか、気をつけて。さあ、こんなに熊本、熊本みたいな赤いほっぺみたいな真っ赤な綺麗なお花です。ね、ぜひね、熊本の綺麗なお花、ぜひ皆さん熊本に見に来て、お買い求め、そして見に来てほしいなと思うと、もうすぐバレンタインですから、贈り物にもぴったりです。もしね、贈りたい手がね、熊本みたいにちょっとね、メタボ体験、まだ行きよ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 、ぴったりなんじゃないんでしょうか。まだ行きよ、バレンタインはそうそう、いろんな人に贈り合う文化っていうところがありましたね。まだ行きよ、まだ行きよ、まだ行きよ、足取りがちょっと怪しい、気になるところではありますが、そんなことはない。うん、じゃあ、先ほど皆さんにね、経済の方、税の方、菊池の方にいろいろお話をしていただきました。このですね、喧嘩ブース、他にも、ね、今日はありがとうございました。お母さんも、ね、こんな綺麗な花みたいなお母さんたちに、ね、紹介していただきました。こちらのブースまだありますので、ぜひね、踊った後もそうそう、よかに匂いがね、いっぱいあります。ぜひね、このブースにも立ち寄っていただけたらと思います。本当に目移りしちゃうくらいいっぱいあるね。ぜひね、皆さんもこのブースに立ち寄っていただけたらと思います。それでは最後にちょっとくまもご挨拶しましょうか。あら、気になった。あら、こんなところに他にもね、こんなお花もあるんですよ。じゃあ、先ほど紹介してなかったんですけど、これ、ドラゴ企業ですかね。うん、霞荘が一緒になってます。こういう風にね、重ね合わせたお花もあるので、
贈り物にもぴったりです。ぜひね、皆さん お手に取ってみてください。熊本県の綺麗なお花ですね。花ついた。あら、もしかしてお姉さんに、お姉さんにくれるかな。あ、お姉さんには花くそ、いやお花違う。お母さんには綺麗なお花を、ぜひ皆さん、皆さんね、お手に取ってもらえると思います。今日はね、ありがとうございました。最後にご挨拶もしましょう。お花元も大丈夫。お花元もです。今日は皆さん、ありがとうございました。また熊本県にも遊びに来てください。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本でした。ありがとうございました。さあ、それではですね、熊本ちょっと今から熊本県に戻りたいと思います。さあ、熊本とっても大きかったです。なので皆さんね、熊本戻る動線には皆さん一歩下がった状態で当ててくれて、ね、会場を誘導していただけたらと思います。ちゃんとお花を返しして、お花ちゃんとお返ししてどうかな、ね、よか匂いがするけん、ぜひみんな立ち寄ってほしいなって思っています。ありがとうございます。お世話になりました。次のお仕事は熊本に行ってまいります。お疲れ様になりました。今はですね、こう
っすぐ進みますので、はい、気をつけてくださいね。ありがとうございます。バイバイ。面白い。